ってください。でマイク1、2、3、読んでいきます。マイクいつもこれ難しかったの。あ、その今この3人でいいんだね、はい、グリーンはやめてください、うん、もうすぐ始まるから、はい、台本用意しておいて、台本用意しておいて、台本も始まるんで、リングかけてから来て、この番組は JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階サテライトスタジオより生放送でお送りしております。今月のメインパーソナリティを務めさせていただきます、コスプレイヤータレントとして活動しています、夏木ひなたです。ゲロタって呼んでください。よろしくお願いします。この番組はコスプレイヤー応援アプリコスポがお送りするコスプレに特化したサブカル音楽番組となっております。今月も楽しい番組をお送りしていきたいと思います。早速ゲストさんの方を紹介させていただきたいと思います。それでは、まずは、コスポ第5期公認として、私も第5期公認なんですけど一緒に活動してます、ゆきみきゅうちゃんお願いします。はい、福井県出身のコスポ第5期公認のゆきみきゅうです。今日はよろしくお願いします。はい、じゃあもう一方、天宮あんずさんです。よろしくお願いします。はい、初めてのラジオでとても緊張しています、天宮あんずです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、じゃあ今回はこの3人でお送りしていきたいと思います。まずは、お二人にせっかく来てもらったのでちょっとした質問したいと思います。お二人は普段どういった活動をされているんでしょうか。まずじゃあキューちゃんの方から。はい、私はそうですね、日頃は撮影会や写真集を作ってその即売会に参加したりしています。はい、写真集どんな。そうですね、結構創作ものから、はい、アニメのキャラクターのいろんな衣装を着ての作品となってますね。はい、あ、そうなんですね。でも最近ですよね、確か写真集を作り始めたのも。そうなんです、去年の10月ぐらいに初めて作りました。はい、すごい、ちょっとぜひ見たい、見たいです。ねえ、じゃあ、あんずちゃんは。私は主に都内のコスプレイベントに参加していて、はい、撮影会もやったりで、最近は念願のライブ活動とかもさせていただいています。お、すごい。あ、あんずちゃんのライブは今度初めてですよね。2月に、え、来1月までだよ。1月に初めて出ました。すいません。すごい見たいです。ごめんなさい、ちょっと私が把握できていなかった。覚えてなかったです、私。その時は何をやられたんですか。コピーなんですけど、はい、ウーバー歌ったり、はい、ウーバーワールド、そうです、リサナノンとか自分の好きな曲歌わせていただきました。もうめちゃくちゃ私も好きなアーティストさんばっかりでいいですね、めっちゃ聴いてみたいです。楽しかったです。はい、じゃあ、2人の定番のコスプレとかっていうのはあるんですかね。キューちゃんどうですか。そうですね、一番やってるなと思うのはやっぱりラブライブの南小鳥ちゃんのコスプレですね。あ、めっちゃ見たことある。本当ですか。すごいツイッターの方とかでも上げてるので、はい、嬉しいです。はい、すごく似合ってて、もうなんなら今の髪色とかも、うん、結構近いよね。そうなんです、すごい、はい、好きで、ね、うん、はい、じゃあアンズちゃんは。私はもう固定ツイートとかアイコンとかにしてるんですけど、はい、リーゼロから始める世界生活のレムちゃんよくやってます。それも見てます。すごい似合ってます。ありがとうございます。そう、やっぱ2人ともツイッターやられてるので、ツイッターのあのアイコンとかでね、やっぱり2人ともその小鳥ちゃんとレムちゃんよく見ます。はい、いいですね。ちょっと自分もアニメもちろん大好きなので、リゼロだったらエミリアとかもやりますし、小鳥もやったことあります。全然似合わなかった。そんなこと似合わなかったけど、ね、全然似合わなくて、もうキルちゃんの本当神って感じです。はい、じゃあ、
こんな感じで、コスプレの、トークを掘り下げていきたいと思うんですけれども、なんかまだまだ2人の好きな作品とか、なんかよくやるコスプレとかいっぱい聞いていきたいんですけど、今回ね、なんか視聴者とかの方から質問とかをね、用意とかすればよかったですね。ね、みんな多分いっぱいこれを聞いてくださってる方でも、聞きたいことってあると思うんですけど、まあ、代表してじゃあ私がいっぱい聞いていきたいと思います。はい、はい、じゃあキユちゃんは私と一緒にね、コスポのアプリで一緒に、はい、沖公認コスプレイヤーとして活動していると思うんですけども、はい、なんかこれからもやっていきたいコスプレとか活動とかありますか？そうですね、すごくいろいろやりたいんですけども、はい、やっぱりその写真集を作っていく上でいろんなロケ、はい、綺麗なところに行きたいなとは思ったりしてますね。いいですね、もう日本全国で。ゲロタさん結構海外に行ったりとかしてますよね、はい、すごい気になってて、はい、なんかもう仕事でも結構マレーシアにこの間コスポから行かせていただいたりとか、つい1週間前までベトナムは旅行で行ったりとか。すごい、お二人も旅行とか好きですか？旅行好きですね。あんずちゃんどういうとこに行きますか？私主にライブ遠征かつ旅行って感じで、結構日本国内いろいろ飛ぶんですけど、はい、なんか有名なところとかじゃなくて、なんでそこ行くのぐらいなところ行くのが好きで、あ、そうなんですね。例えば例えば行ってよかったって思ったのは愛媛。愛媛、すごい街の雰囲気とかすごい良くて、ご飯も美味しいし、結構遠いですよね。そうですね、でも飛行機使っちゃうとまああっという間ですよ。あ、だから国内旅行結構おすすめですよ。あ、うん、いいですね。愛媛みかんっていうイメージ、みかん、本当にちょっとみかんジュース出てきました。本当ですか？あ、どこでもじゃないですよ。どこでもじゃないですけど、すごい夢の国だと思っちゃいました今。楽しかったです、おすすめです。それも、ライブの遠征で。そうですね、ライブの遠征かつで、はい、それは誰のライブの遠征なんですか？ウーバーワールドさんです。さっきライブでもやられたって言ってるぐらい大好きな、はい、そうです、はいはいはい、かけてます。すごい、いいですね。キューちゃんもなんかコスプレとかでどこか行きたいっていうとこありますか？そうですね、でもさっきあんずちゃんが言ってたコスプレイベントで結構いろんな県に行きたくて、今度3月に大阪で大きいイベントがあるんですけども、はい、それも行けたらいいなって思ったりしてます。あ、いいですね。もうぜひツイッターでのお写真楽しみにしてます。はい、はい、それではここで、ゲストのキユさんのおすすめ曲紹介させていただきたいと思います。はい、声優でも活躍している小倉優衣さんのベイビースイートベビーラブです。抜けてるよね、ラジオタイトル。だって書いてる。いや、書いてないよ。だって上に書いてるし、言わんでもわかるでしょ。ドリームキングさんもコスプラジオっていうの。だ、ドリームキングさんも言わなきゃだ。言わなきゃだめ。なんか終わってから、まさかのタイトルコールを忘れたので、みんなで一斉のでって言うよ。ドリームキングダムコスプラジオっていうのとでいいなんすか？ドリームキングダムコスプラジオ。でも3人で一緒に一斉のでって。はい、最後に。まさかの。ほんで耳早つけて。どうやってつけるの？いつも迷うのじゃん。耳はここを一回つけてから切って締めに。うん、開けて、耳にこれをかけて、かける。イヤーカフのようにね、かかって。かけて、かかって締める。これ何回目はなんか3回目。あ、いつも手で持ってて。あ、じゃあ耳の方が怖い。なんか耳が大変なことになってる。はい、30秒前だよ。今更今日ゲロちゃんやらかしてるな。ああ、まさかの余裕かましてるからや。まだやで、まだ。まさかのゲロちゃんが。左やだよ。逆、そう、いや逆やつけた。こっちに、先につけた。あ、何つけたって。はい、上上げて。はい、ありがとうございました。お聞きいただきましたのは、変態王子と笑わない猫という作品から、小倉優衣さんでベイビースイートベリーラブでした。ありがとうございます。好きな曲なんですよね、キューちゃん。そうなんです、この曲すごい明るくて可愛らしい曲で、うんうん、
すごい乗りやすいんですけども、はい、エンディングテーマだったんですよ。はいはい。でオープニング、ね、はい、でオープニングはまた別であったんですけど、はい、エンディングもすごい好きだなと思って、あとそうですね、アニメのクラブイベントとかでもよく流れていて、うん、はい、それで私が、あ、いい曲だなと思って好きになりましたね。とっても可愛くて元気になれるいい曲ですよね。はい、多分聴いてくださってる方も好きな方いっぱいいるかなって思います。はい、それでは次のコーナーに移る前に本当にごめんなさい、あのタイトルを言い忘れてしまうという、やらかしてしまいましたのでみんなでじゃあ元気よく行ってみたいと思います。じゃあ、ドリームキングダムのせーのコスパラジオ今から始まったみたいになっちゃったよろしくお願いします。お願いします。じゃあ次のコーナーに行きたいと思います。本日の素敵なコーナーでみんなで推し作品について語ろうのコーナーです。イエーイ。はい、このコーナーでは私たちそれぞれの推しについて熱くたくさん語っちゃおうと思います。じゃあまずはアンズさんから今度は聞いていきたいと思います。はい、私の推しは先ほどからちょいちょい出してるんですけど、はい、ウーバーワールドさんが最大の推しですねウーバーワールドは私も大好きです。めっちゃ嬉しい、はい、高校生の頃からなんですけど、はい、もうずっと追っかけてて、はい、もうぜひ音源も聞いてほしいんですけど、はい、まず一度ライブに足を運んでいただきたいなっていう推しポイントなんですけど、はい、もうやっぱり違いますよね、うん、きっと。そうなんです、熱量が半端なくて、うん、熱く語りすぎちゃうんですけどすごい、 いやもうあれですよ、きっとここに入りに切らなかったのは後で個人的に聞きたい、ありがとうございます。はい、本当に、はい、行ってみてください、ぜひ。去年ちなみにライブは何回行かれたんですか？多分数えきれないんですけど、そんなに、はい、もう都内で行けそうなとこは全部とりあえず応募して、はい、あと地方も行けるとこ応募してって当たったのは行ってるんですけど、はいはい、いやもうあれだけ人気だと抽選ですもんね。あ、そうですね、倍率が最近どんどん上がってきてて、はい、大人気だからなかなか取れなくなってきました。はいはい、もう幸せですね、もうすっごく、うん、めちゃくちゃ幸せですね幸せな1年で、今年もじゃあいっぱい推し活、ね、うんうん、していこうってことですね。行けるとか行きたいです。はい、ありがとうございます。じゃあ続きましてキューちゃんの推しは？私はやっぱりオタクなのでアニメがすごい好きなんですけども、はい、その中でもそうですね、やっぱり金髪のキャラにすごい惹かれてしまうんですよね、いつもいつも。まさかの髪色からそうなんですねもちろん性格も後々見ていくんですけども、うん、後々見ていく金髪のありきで、ね、はい、そうですね結構見た目から入ってしまうことが多くて、はい、いやでも金髪は可愛いですね。可愛いです。もうなんか金髪のキャラの中でも一番好きなキャラっているんですか？あ、難しい、選べない。金髪なのかわからないけど、はい、それこそ南小鳥ちゃんはやっぱり好きですね。そうです、茶髪と金髪の愛の子ぐらいですよね。そうですね、うん、もうあとはもう私の中でキューちゃんのコスプレって言ったらやっぱり私も大好きな作品のトラブルの、うん、ヤミちゃん、ヤミちゃん金髪でね、可愛いですよね。そうですね、ヤミちゃんもすごい好きで何回もさせてもらってますね、はい、めっちゃ似合ってるんですよ、これが見てください、ツイッターで見られます、ね、ぜひ見てくださいはい、ねえ、なんかお二人ともなんかまあ2次元と3次元でそれぞれ出してもらって、でもアンズちゃんももちろんね、きっと3次元じゃなくてもいるんですよね。私もですね、なんかちょっとせっかく髪色の話出たので、うん、私もちょっと髪色こだわりすごく強くて、白髪だともう問答無用で押しちゃうんですよ、だからエミリアちゃん、あ、もう好きです。男の子も女の子も好きなんですけど、やっぱり人生で一番好きなのはビーグレーマンのアレン・ウォーカーっていうキャラクターが白髪で、まあ、それを小学生に見た時からずっとですね、うん、はい、かっこいいですね。はい、もうこれに関してはちょっともう後でいっぱい話そうと思ってそんな感じですね。もういっぱい推しについて語り出すともうキリがないですよね熱くなっちゃいます ね。ちなみにアンズちゃんのじゃあ2次元の推しはどんな感じなんですか？2次元の推しはレムリン、うん、
あ、今でも、はい、自分でもやられてるぐらい大好き。可愛すぎて、もう衣装とかめっちゃ集めちゃいますね。うんうんうん、もうやりたくなりたくなれないんですけど。はい。なれない。慣れてます。慣れないんですけど、あわよくばハムって感じで。ねえ、あのでもなんなら髪型、あんずちゃんの髪型結構近いよね。ショートが大好きで、はい、そう、あと青系の髪、寒色系の髪の毛とか大好きで、はい、もうズバリあ。メイド服あみたいなすごいなんかもう男性みたいな推し方そうだな、ね、にしたいはい、キユちゃんはなんかじゃあ3次元に推しはいるんですか。逆に3次元うん難しいけど声優さんだと、はい、三森すず子さんだと、あ、それもラブライブ、ラブライブの海ちゃんの声してる方ですね。はいはいはい、それは小鳥ちゃんじゃなく海ちゃんの声優さん好きなんだ海ちゃんも本当は好きなんですでも声優さんの方が好きかなと思います。そうですね、あの三森さんはすごくもう有名だし、うん、そう三森さん海ちゃんみたいな真面目な感じの声もできるんですけど、はい、うん、また別の作品ではすごい明るくてちょっとドジっ子みたいな声もできて、はい、すごいなと。そうなんですね、もう幅が広い、はい、あ、そういうところもあの三森さんの魅力で、はい、押せますね。すごい、なんか声優さん自分はあんまり詳しくないので、うんうんうん、すごくそういうの興味深いですね、うん。でもその中でも私も声優さんだと蒼井翔太さんとかすごい好き。ああ、蒼井翔太さん知ってますか。福井県出身。あ、そうなんです出ましたよ、あのちなみにね、ちょっとここでねぜひ言っておきたいですよね。はい、キューちゃん福井県出身ですごく地元愛が強いのではい、そうなんですね。福井県でもその写真集やロムの即売会とかに出たりもしているので、はい、もう地元愛も強いです。推しです。福井県にもそういうイベントってやっぱりあるんですね。 あります、すごい。あとアニメのクラブイベント、アニクラとかも結構 DJ さん多かったりして、はい、知らなかった。もうぜひ来てみてください。まだまだ知らないこといっぱい。福井県一のレイヤーキューちゃんってあのコスポンの妖精さんが言ってらっしゃいます。福井県で一番のレイヤーになれるように頑張ります。いやいや、もうきっと、まあ、福井の子もいっぱいいるんだろうけど、それも私の中ではキューちゃんが一番です。あ、本当ですか、嬉しい、ありがとうございます、はい、でも東京でねこうやって頑張っていきましょうみんな。はいはい、じゃあそんな感じでもうここのコーナーで熱く語ってもらったあんずちゃんのね推し曲に行きたいと思います。はい、それでは私のおすすめウーバーワールドさんの曲でコアプライドです、どうぞ。はいはい、この曲ですね、大好き、カラオケめっちゃ歌っちゃいます、なりきります、最高です。終わった時にキューちゃん言ったようにマジ大好きっていうのを言ってますんです。マジ大好き、そうそう、ほんまに好きって今喋ってるんだって。いかがでしたかって私が言ったのに、そうそう、うん、ここ言うのは終わったら曲終わりでいかがでしたかって言って聞いて、あ、でもありがとうね、これ、あ、すごい、かまりましたね、逆につけてた、ね、この回目だよ、かわいい、かわいい、4回目かかもしれない、4回目だよ、アギアギ今日はちょっとなんかあれですね、今日ポンコツ、え、いつもポンコツだよけど青い句ですよね。そうっす、あ、ま、漫画でも読んでた、めっちゃカラオケで歌うよ、歌うこれめっちゃ歌うよ、うん、あー、タクヤくん出られる、どうですかね、これでコアプラめっちゃコアプラめっちゃ、ちょっと30秒前帰ってきてくれるから、うん、さっきは多分みんなバタバタしてそのコメントを聞いてなかったはず、うん、聞いてなかった、タイトルが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 、私ほんと申し訳ない、この声セクシーだよね、セクシー、セクシー、色気がやばい、本当だ、そうですね、そう、エロいですよね、はい、はい、いかがでしたでしょうか、聞いていただいたのは青のエクソシストよりウーバーワールドさんでコアプライドでした、最高ですね、うん、めっちゃいいです、言葉が好きすぎても、聞いていただけて嬉しい、もう私も大好きな曲です、青江くんもすごい好きで、うんうん、はい、なのでぜひぜひウーバーいい曲いっぱいあるので、はい、皆さん聴いてみてくださいですよね、はい、ぜひ聴いてみてください、はい、さてじゃあ推しについてたくさんお話ししていただいたんですけど、お二人のこだわりも聞いてみたいと思います、はい、
コスプレについてでも日頃の生活でも何でも大丈夫なので、こだわってることを2人、じゃあまずはキューちゃんの方から、はい、お願いします。こだわり、コスプレだとそうですね、いろいろあるんですけど、はい、一つはカラコンの種類、メーカーのことなんですけども、はいはいはい、そうですね、キャラクターになりきるためにいろんな色のカラコンをつけるんですけども、はい、ちょっと色の暗い色のものだとここ、明るいところだとこのメーカーって分けて使ったりしますね。そうですよね、もう結構もうカラコンの発色一つで全然なんか顔の雰囲気とか、そうですね、キャラに似ないとか日常茶飯事ですよね。同じ色でもここのメーカーだと変な顔になっちゃうとか、私に合わないとかがあるので、すごくある、すごく大変だと思います、うん、ね、あんずちゃんも分かりますね。そうですね、サイズとかが、私サイズ問題で結構サイズ問題そう、コスプレイヤーらしい単語が出ましたはい、じゃああんずちゃんのこだわりも聞いてみたいと思います。はい、私もせっかくだからコスプレについてで、はい、衣装とか造形とか、うん、そっちの方の話をしたいと思うんですけど、はい、今日も実は100均に1時間ほど滞在しまして、何をしてたかというと、はい、その造形使う小道具をいかに安くクオリティ高く作るかみたいなところを、はい、そう、私結構こだわってまして、はい、そう、このパーツここに行けるんじゃないかみたいなものを集めて作ってみたいな。買うと結構高いんですよね、小道具とかで。そうですよね、なんか無駄に高かったりして、だったら作ろうみたいな感じで、本当学生なので、そうお金がなくて、はい、そう安いものを、そう安くてクオリティ高いものを作るために日々試行錯誤してます。すごく努力してるんですねもうこれもみんなの問題だよね、すごく気持ちわかります、もう限られたお金の中でいかに安く、いかに見栄えよく、そうですね、それがでもコスプレイヤーだね、あるだと思います。もう今すごくみんなでわかります。ちなみに聞いてもいいのかわからないですけど、今作られてるものっては、はい、日曜日の合わせ、はい、その合わせがあって、それで使うんですけど、はい、ヒプノシスマイクって今流行ってますよね。初めての男装なんですけど、ラップ初めての男装、はい、男装ってあのね、女の子が男の子の格好するってことなんですけど、はい、その夢の源太郎っていうキャラをやるので、はい、ヒプノシスマイクを作ってます。素晴らしい、うんうん、合わせっていうのもね、なんか多分すごくさ、ね、あの我々あのコスプレイヤーの単語をバンバン出しちゃうんですけど合わせっていうのはこうね、一人でやるコスプレはもちろん楽しいんですけど、あの同じ作品で何人かで集まってみんなで、うんうん、撮影するとか、うん、そういうことをこの業界では合わせと言います。はい、コスプレイヤーそうですねコスプレ用語でした。そう、ポンポン言っちゃいますね、ごめんなさい、全然全然もう、はい、そんなわけで、すごいですね。男装私もあんまりやらないんですけど、キューちゃんはやりますか？男装一回もやったことなくて、そうですよね、興味はすごいあるんですけど、ある、うん、自分もちょっとたまに本当にやるんですけど、ヒプノシスマイクも私もちょっと今月末やろうかなって思ってて、一応用意してる感じです楽しみ、はい、神宮寺桜やろうと思ってますめっちゃ楽しみにしてます、はい、あの気になった方は検索してみてください、はい、はい、そんな感じで大盛り上がりで、もうねまだまだ話足りないって思ってるのでこの後みんなでご飯でも行きましょう、はい行きましょう、はい、じゃあそんなわけでお二人のね、せっかくの活動があるので、それぞれの今後の告知の方行かせていただきたいと思います。じゃあまずキューちゃんの方から。はい、ゆきみキューからは3月の17日に、はい、コスエクス、あ、すいません、コスエクプレス、略してコスエクというロムや写真集の即売会に参加します、はい、場所は東京の、山手線の人形町の近くの、面商会館という場所でします、はい、でそこで、新刊も出したいと思っているので、よかったら来てください。
はい、新しい写真集を出してくれるんですね。はい、写真集ロムを出そうと思います。とっても楽しみですね皆さん。ちなみに自分も参加させてもらうのでよかったら2人に会いに来てください。はい。じゃあ、あんずちゃんは。はい、私は今月25日に R ライブにまた出演させていただきます。はい、3月は、コスポカフェっていうカフェイベントとか撮影会、またライブなど盛りだくさんです。その他都内のコスプレイベントにも出没する予定なのでよろしくお願いします。告知等はツイッターでやらせていただいているので、ぜひアマミヤンズで検索してフォローいただけると喜びます。はい、そうですね、キューちゃんもね。はい、うん、私もツイッターをやっているのでよかったらゆきみキューで検索してみてください。はい、お二人多分名前を入れたら出てくるので、はい、ぜひフォローしてあげてください。はい、同じになっちゃうかもしれないですけど、コスポカフェ、毎月、我々あのコスポっていうアプリの会社なんですけど、コスポが主催しているカフェが、毎月あるんですけど、3月のテーマ春らしく桜だそうです。桜とか春っぽいピンクの格好をしたコスプレイヤーの女の子たちに会えるので、ぜひぜひ遊びに来てみてください。四つハニーバーストでの音楽ライブ R ライブも、あんずちゃんのユニットも、登場するんですけど、私も参加させてもらいます。同じメンバー、コスポの4期公認のサチちゃんと一緒に2人で初めてのユニットを組んで参加させてもらうので、あんずちゃんたちもね初めてのユニットですよね。初めてのユニットです。はい、とっても楽しみな、何が起こるかわからないライブなのです。はい、ぜひ平日なんですけど遊びに来てみてください。はい、気になった方はね、もう2人とあと、まあ自分のツイッター見てもらえれば詳しい生き方とか書いてあります。はい、そんな感じで、この楽しい時間もあっという間でしたね。したね。はい、もうお二人初めてのラジオだったかな、はいはい、ということで、じゃあ感想を聞いてみたいと思います。あんずちゃんいかがでしたか。はい、あんずちゃんやっぱりめちゃくちゃ緊張してここに来るってやばいですね。もう噛むわ飛ぶわでちょっとスムーズじゃなかったと思うんですけど、でもすごい楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。もうラジオタイトル忘れちゃう私マジですからはい、もう本当にもう可愛らしいです。2人とも、もう緊張が伝わってくる感じが。キューちゃんはどうでしたか。私も初めてラジオに出演してすごい緊張したんですけども、でもすごい楽しかったです。やっぱコスプレとかアニメが大好きなので、そのお話をして緊張がほぐれていく感じになりました。また出たいなと思います。ね、またこういう機会があって3人でやれたら楽しいなって思います。はい、じゃあ次回の放送は3月15日ということで、皆さんお楽しみに。それでは皆さんまたお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。最後はこの曲でお別れです。異世界はスマートフォンとともにのオープニング、 AOP さんでアナザーワールド聴いてください。一歩ラスト2分からエンドの曲、そう、一歩遅いそう